はいどうもピョキンです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、スマイルということで、笑うっていう意味ですね。コース面にさ、こんなタイトルつけてるぐらいだから、きっと笑わせてくれるような仕掛けが待ってるんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42%。 でね、僕結構笑いの粒浅い方なんだけど、多分みんなも浅いと思うよ。だって僕の動画を見て笑ってくれているでしょ。いつも騒がしいこんな僕に恥ずかしいと思う。なんか言ったって虚しくなってるな。じゃあここ明らかに怪しいけど、ちょっと入っててみようか。開幕熱っ。まあここに何かはあると思ってた。下のつらら壊れないやつだしさ。じゃあ四角の枠叩いてみたいと思います。何もないね。それじゃあ次はこのブロックを叩けることができなかったね。またこんなところ閉じ込められたよ。一気アップは情けのつもりですかね。ここは左をシッパだね。左をシッパしてどこに入れない。え、なんで入れないの。あ、このカウンターだけってこと。そしたら、あー、なるほどね。あの上に扉が見えるよ。あの扉に入れっていうことだね。それじゃあここは上をシッパで扉に入れるっていう感じだったね。そして次は下にパウとブラッパー。もうパウ以外ないよね。魚フューチャリング波動。ここゆっくり行ったらいいのかな。なるほど、ここで地球アブロック。はよしよしよし。なんで残ってくれてんだろう。キャー、なんで僕やらせてくんないの。今キャーって言ったら綺麗にやらしてよ。なんですかこの仕打ちは。なんで笑ってんの。そんなとこでここが笑う場面っていうことですか。大変お見苦しいところをお見せしました。ここはしゃがんでおいてかわせと、そういうことですね。そしてこの場面きっと跳ねると思う。なんで左を失敗したら僕も幽霊になっちゃった。つまんねんだよ。僕も幽霊になっちゃったって何。じゃあここ何もしないでいいのかな。そしてこの土管に入れっていう感じでしょ。入れませんね。左の土管っていう感じですか。エンジェル今日のこのコース、見えないところから何かを仕掛けてきたり設置してるっていうのが多いんじゃないんでしょうか。そういう予想だけ立ててみました。じゃあここはデカ記録を取る。はっ、いや全然良くない。あ、とて、あ、なるほど、あそこでデカキノコが出るとね。そしてここフラワーまで一緒に出てきたよね。なんでフラワーはかすんだよきっと。すぐ左に逃げる。そしてフラワーは流しておいて、このまま先に進めるということですね。え、フラワー今左の上、あ、ここのブロック壊してくれるんだね。じゃあこのデカキノコを通った瞬間、はいはい、間に合ったね。絶対間に合わんと思ったんですけど、ここでボム兵が落ちてくるのを待っておきましょう。そしてこの先の氷を溶かして先に進めると、50コインは罠だね。これは誰もが思ってる。でも救出しよっか。よしよしよし、これで僕も救出して。もうあれだね、50コインとかの場所を全部疑ってかかった方がいいね。いや今更だけど、いい思い本当にしたことないかもしんない。いや一回もあるかもしんないんですけどね。さあここで中間ポイント。頭ばっかー。もうこのコースのここだけ理解したよ。何もしなかったら砲台が上がってきて中間ポイントが取れるっていうことですね。この上は何もない感じか。何か落ちてきてもよかったんだぞ。中間ポイント取ってるか。ここあえて左を失敗。右を失敗でいい。それで抜けれるっていう感じでしょ。ジャンプだ、ジャンプ以外にない。はい、ナイスタイミングだね。そして右のボム踏んでこの場所で待機。そしたら待て待て、何か来てる。ここなんですればよかったんだろう。え、ジャンプで変わってるってことかな。あー、これでいいのか。そして上か下か、一旦上行ってみる。あ、ここが鉄球の隅かだったんだね。荒らしてやろうかな。今度あそこにハテナブロックいっぱい置いておきます。じゃあファン楽しむってことなんかな。いや楽しんでるよ。ありがとうね、作ってくれて。ここは何もしないでいい。そして一旦上に行く。絶対死に耐久だ。まずこっちはまずいって。頼む、これは、いや結構きついような気がするな。なあこれはもう運ゲーなんじゃないのか。こういうのはもうこんな新耐久、たまにはテクニック要素を要した新耐久が欲しいな。こんなし、いやいけるいけるいける。今いい感じ、今いい感じ。はっ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 は
過呼吸になるところだったね。まあでも実はここ右のブロックが開いて次に進めるルートが。ここどうやって行けばよかったんだろう。いやわかんねえ、とりあえずいやわからん。え、あそこどうやって行くの。ここでさ、キノコになるんだけどチビになる要素が何もないんだよね。あ、鉄球に当たるってことか。この鉄球に当たってチビになったら右下の土管の方に進めるっていう感じなんだね。いや、ヒント書いてた、ごめんね。そこにヒントはいらないって。頼むって。え、今なんか変わった。強引アンチキノコなし。あー、なるほどね。ここで当たってそのまんま上に行けばなんか変わるのかな。あ、今度めっちゃ行きやすくなってる。ちょっとバネが邪魔だけど。で、ここでやっぱりブロックが破壊してくれるっていうわけですね。成敗されたでござる。そういやね、今セブンのカレー買ってるんだけど、この収録終わったらマリオが終わったね。確かこの辺で隠しブロックあったよね。で、セブンでカレー買ったんだけど、コンビニのカレーってさ、一番コンビニのカレーってさ、一番どこが美味しいのかなと思って、なんかおすすめあったらね、教えてほしいなと思います。いや、ごめんね、なんかカレーの話ばっかりしてて。でも、任せて、この後カレーに罠を避け続けていくから。しょうもね、今日しょうもないでも大丈夫ですかね。なに、うわ、そういうことか。早く左に行けと、そういうことですね。今ちょっと買いそうになりました。じゃあここは右に行って、いや、どっかにフラワーが出てくる。お前のことじゃないんだよ。さあ、中間ポイントにも無事取れて、残すはゴールのみ。ちゃちゃっとクリアしていきますか。ここは一番右に行ったらバブルが落ちてくる。そんな半分だけ顔出すなよ。恥ずかしがり屋だな、あのフラワーは。ここは一旦パックンを封鎖しておく。そして左に出てくる恥ずかしがり屋さんのフラワーを取ると、そういうことですね。そしてここは左の宇宙コイン連れて行かれるよかしかしないな。なんで右を進化する。ハテナを叩いてバネをすぐにかわす。そしてこのバネ動くの。あ、動くんだね。で、このバネは何だろう。あ、砲台を動かすためのバネか。で、上にブロックがあって、右を進化、右を進化でいけるでしょ。まあ、多分いける。でなんで入れないの。なあ、左下に行けってことが矢印多くないか。それそんなに設置しなくても僕わかるよ。矢印は1個でいいんだよ。惑わされるな、ピオキング。トロールコースということを忘れるんだ、このコースが。そしたら何もかもうまくいって、さっさとゴールできるでしょう。オンオフをした瞬間すぐ右に行く。なんでいけないよ。え、こんなの初めて見た。オンオフしないでいいのかな。あ、しなかったら先に進めるのか。そしてここは下に降りたい。なんかすごく面白そうなんで、僕は降りたいと思います。どうなる。なんだ。正解じゃねえか。こっちで合ってるってことでしょ。なんか面白い罠にね、引っかかるかなと思ったんだけど、まあ引っかかってますね。いやいや、全然あり全然あり。じゃあここはフラワーを取って待機しておけばパン様が降ってくるっていう感じ。ナイス、パン様、いいタイミングだったね今のは。じゃあここで上はハテナ、なんもないね。このメットは何だろうね。またたくさん矢印設置してやがって。矢印は1個でいいって言ってんだよ。そろそろさ、ゴール近いような気がしない。多分この先ゴールなんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうか。やっぱそうだね、これ普通取らせてくれないと思う。右行ったらオンがかかるでしょ。なんで僕はあえて上から行きたいと思います。さあどうなる。いやー、絶対こっち違う。これはハートブロック壊れないやつか。え、普通に行ってよかったの。いや、どうなんだろうね。多分普通に行っても絶対にオンオフが変わってたと思う。なんでこっちが正規ルートだとそう思います。チェックポイント1と見せかけてゴールがあるんじゃないのか。ほらね、やっぱりそういうことだと思いました。もう悔しくなっちゃってる、ドロールコースに。さあ、ここはジャンプ。来た来た来た、ゴールだ。どうもありがとうございます。いや、
これめっちゃ楽しかったね。この方何個かトロールコース作ってたからさ、またやっていきたいと思います。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、チックタック等マシン、フラクの三目並べマシンということで、ごめんね、一発マリオじゃないんだけど、このコース丸抜きゲームができるようなコースなんじゃないかなと思いまして、いやすごく面白そうじゃない。これクリア率はね結構高めだから、そんなに難しくはないと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。いや楽しみだね、どんな感じで丸抜きゲームができるんだろう。丸抜きゲーム知ってる方いるかな。2人でする遊びなんだけど、9個マスがあって、自分が最初に決めた丸か×かを相手と交互に変えていって、3つ直線的に並べた方の勝ちっていうゲームなんですよ。いやそれがこのコースで実現できるっていう感じでしょう。なんかすごい面白そうじゃない。で U イコールファイヤーフラワーか、ということは僕がファイヤーフラワーっていうことだね。これどこに行けばいいんだろうね。一番左叩いてみる。そしたら、え、どういうことなんだろうね。あ、分かった分かった、これ一番左上にファイヤーフラワー来るんじゃない。なんか最初にさ、あの1番が一番左上って書いてたでしょ。でそっから右に行くにつれて数字が増えていくみたいだ。なるほどね、そういうことなんだね。ということは僕はコテの方、コテっていうのかな、まあゴテ、ちょっとどっちか分かんないんですけど、で次は相手のターンということでしょう。いやこれ本当にすごい、これどうやって作ってるんだろうね。じゃあ次相手はどこに来るのか。左上が僕で右下が相手だったから、今度は6番だね。相手を止める必要があるね、直線を。1、2、3、4、5、6、ここだね。ここで僕は相手の直線を止めることができたね。そして次相手どこ来るんだろうね。ていうかこれさ、線って絶対有利だよね。負ける気しかしないんだけどこれダブルリーチじゃん。え、これもう負けたんじゃないの。いや絶対無理。これね、先手の方が勝つゲームには一応なってるんですよ。これルーズ、ドロー、でウィンでしょ。これルーズの方に出たからさ、負けっていうことでしょ。あ、でもなんかゴールはできたね。いや悔しい、ちょっともう一回やってっていい。これさあ一番最初来たね。今度1番じゃないで真ん中狙っていい。5番。それじゃあここからカット多めでテンポよくいきたいと思います。やっぱりそうくるか。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、7番を止める必要がある。ということは右から2番目、ここが7番だったよね。さあここを叩いて次はどうなるんでしょうか。うわ今度右上来たね。ということは1、2、3、4、5、6、6番だね。もう6番以外ないよえ、これも勝てる気しないんだけど。6番はここか、こっちで。うわドロー、引き分けっていうことだね。いやマジ悔しい、これ勝てないかな。今4番埋めてきたんだけど、こっから相手がどう出るかだよね。うわそれはずるいって。あ、いやでもワンチャン、ワンチャンある。これ 1、2、3、4、5、6 でしょ。4、5、6、これで僕リーチになるんだよね。しかも相手のフラを止めるという、これ勝ったんじゃない。いやどうなのね、相手止めに来るんかな。やっぱ止めに来たね。じゃあ次僕どれにしようかな。もう1番か6番しかないよね。であのスーパーボールフラワー、いやこれ負けてる相手ダブルリーチじゃん。これ思うんだけど勝てんのかな。次3番行ってみるよ。じゃあ相手は左下来たんで、僕はもう8番を止めるしかないね。いや無理やんこんなの勝てる気がしねえ。もう全部しらみつぶしていこうか。これさ何度やってもマジで勝てないんだよね。なんでコメント見てちょっとネタバレしようかなと思います。ベストオーダーが576っていうことかな。それで勝てるの。この人もドローだよね。で下行ってごめん勝てますいや本当に先手必勝なんですよ。後者の方はマジで勝てないもん。じゃあ576で行ってみようか。なんか一番上の人そう書いてるもんね。それでダメだったら多分ダメだと思う。まあこう来るよね。5番埋めてもう次は7番に行くしかないもんね。じゃあ87ここかな。あでも7番今埋まってなかったね。え埋まってたよね今ここに。ねえファイヤーフラワーじゃないで、あのスーパーボールフラワーあったよね。これ裏書きできんの。
あ、7番一番左でいいのか。何言ってんだろうね。はい、それじゃあこれでラストね。1,2,3,4,5,6 ここか。ここで5,7,6ドローじゃねえか。今回ですね、勝つことはできませんでした。いや、本当に無理。絶対無理だよこれ。これの勝ち方があるなら本当に教えてほしいぐらいだね。いやでもすごいね、こんなコース作れるなんて素晴らしいアイデアだね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。